現代は、サモラの大聖堂に伝わる、サモラの宝石箱は、箱の上部にクーフィー一体で刻まれた文字によると、ハカム二世が長男を産んだスブフへ送った、贈り物である。造下生。スブフバシュクンジーヤは、後ウマイヤ朝のカリフハカム二世の記載で、息子のヒシャーム二世が未成年の間は、摂政として後ウマイヤ朝を治めた女性。スブフは、アラビア語で、 明け物の光を意味する。キリスト教徒側の資料では、オーロラという翻訳した名前で言及されることがある。スブフが語形変化したサビーハを用いて、コルドバ女王サビーハとも呼ばれる。アルファベット表記のその他バリエーションとしては、ソベや、ソバ、サビーハ等がある。バスコニア生まれの女性を意味するアラビア語、バシュクンジリアが名前に関されていることから、 彼女はバ原からガス購入にかけた地方の生まれのキリスト教徒であり、民族的にはバスク人であった可能性もあり、さらにムスリム王公貴族の側室となるべく育てられるジャーリアと呼ばれる奴隷身分の女性であったという推論がなされている。以下に述べる、スブフを中心としたハカム2世紀シャーム2世紀の後ウマイヤ朝の宮廷内事情については13世紀も6個の 歴史学者マンラークシーの歴史書を主な情報源とする。スブフは美しいだけでなく、知的であり、分析的な女性であったと描写されている。コルドバにあった後ウマイヤ朝のカリフの高級において、スブフはカリフハカムムスタンスイル・ビルラーヒ、ウマビィーの朝愛を得た。ハカム二世は、知性の後半になると政治への興味を失い、日々の政務を愛妻に任せるようになったと言われている。 スブフはこれをこなすため、政務に通じたものを必要とし、966年にイブンアビー・アーミルという人物を副線とした。イブンアビー・アーミルは、後に宮廷の実験を完全に掌握して、マンスールを名乗る。後世のヨーロッパ世界では、これが転化したアルマンソルの名で知られることになる。イブンアビー・アーミルとスブフは、 愛人関係にあるのではないかと噂され、それこそが国政に彼が核も大なる影響を与えるに至った理由だと噂された。二人の関係の噂は風刺師やザレウタに歌われた。カリフは高級の女性たちにイブンアビー・アーミルが大きな影響を与えていると述べて、この問題についてそれとなくほのめかしたと伝えられているが、カリフはこれに対して、 行動を起こす理由を全く見つけられなかったとみられる。二人が実際に愛人関係にあったか否かはどうあれ、スブフが政治に関してイブンアビー・アーミルを完全に信頼し、腹心としたのは事実である。西暦976年にハカム2世が死去し、スブフの息子、ヒシャームがカリフイを継いだ。このヒシャーム2世は当時11歳の未成年であったため、 カイドルアーラーガーリブナースイリート、ハージブジャーファルムスハフィート、王体号、スブフとイブンアビー・アーミルが共同してヒシャームを保筆した。スブフは、ハカム二世がスブフに残した遺産をイブンアビー・アーミルに管理させ、自分と息子の地位の保証に必要な軍事力を得るための軍資金とさせたと言われている。スブフはイブンアビー・アーミルを、ますます徴用し、彼を、 ハージブに任命した。978年になると、イブン・アビー・アーミルは、スブフとヒシャーム2世を脇に退け、後ウマイヤ朝の事実上の支配者になった。スブフとイブン・アビー・アーミルの協力関係は、986年まで、良好に保たれていたが、以後は、両者の間に対立が生じ、スブフは、イブン・アビー・アーミルの失脚を試みたが失敗した。 その10年余り後の997年に、スブフは、再度、イブンアビー・アーミルの失脚を格索したが失敗し、逆に彼が全権力を手中に収める結果を招いた。スブフの没年は999年とされることが多いが、イブンアビー・アーミルの没年よりも後とする説もある。19世紀の歴史学者、シモネットによると、イブンアビー・アーミルが死亡した時、 スブフはその知らせを、ヒシャーム二世と共に聞いている。ありがとうございます。